大体キックオフの6時間ぐらい前に、スタジアム入りして、それから、ユニフォームの準備とかスパイクの準備をしたりするような感じです。テレビでは決勝やってるっていう感じでずっと見てて、僕もサッカーやってたんでみんなと一緒に見たりして盛り上がってはいたんですけど、まさか自分がこう決勝に関われるとは思ってませんでした。前回の時が FC 東京さんとやったんですけど、一番その時はルヴァンの中で悔しい思いをしましたね。タイトルかかってるのは、まあ、選手も含めてスタッフもやっぱり気持ち的には燃えるものがやっぱりあるんで、選手と一緒にサポーターと一緒に頑張っていきたいなと思います。フロンターレに初めてのタイトルを取ってください。陰ながら頑張ります。プレースタイルを貫いて絶対優勝勝ちます。頑張ります。絶対勝ちます。とにかくワクワクと楽しみが本当に自分の中にこう駆け巡ってるっていうか、絶対初タイトル取りたいと思ってるんで、しっかり貪欲になってセレッソにとってすごいチャンスなので、絶対に勝ちたいなと思います。よっしゃ行こうか。お前らが歴史を変える、お前らがロンドンアレのチャンピオンになる。青木さめ必ず勝とう。最高5周年の節目を迎えたルヴァンカップ決勝、セレッソ大阪と川崎フロンターレ共にクラブ初のタイトルをかけて激突します。チケット完売の埼玉スタジアム2002、今両チーム見事なコレオグラフィーを展開しています。さあ、初めてのタイトルを手にするのはセレッソ大阪か川崎フロンターレか。3度の準優勝があります。セレッソ初の決勝戦、共に初タイトルかかっています。両者共にタイトルに飢えています。センターサークルの中、川崎フロンターレのキックオフで試合が始まろうとしています。小林優がちょうどセンターサークルの中、今ホイッスルが吹かれました。バックスタンド、タッチラインを割りました。
勝1分です。岩竹が横にパスを送って後ろからがつかない、ソーザがキーパーかわしたシュート。